いや、普通に暇だから、俺もやりたくなっちゃって。ああ、いいよ。いくらでも。明日俺もやっていい？うん。でも食えないもんね、もうね。まあね、4つぐらいいったからね、俺もなんだかんだ。そうなんだよね。どうしよう。あ、梅昆布だったんだ。梅昆布ですよ。さっき食ったやつ、うまかった、これ。あ、美味しかったんだ。そう、ただ、何か分からなかったね。梅っぽいなと思ったんだけど。どうなの？作りたいおにぎりがある。どうしよう。何が一番好き？ツナマヨネーズが一番好き。ツナマヨです。じゃあツナマヨ対決していい？俺。おー、いいよ。ツナマヨを作るの？ツナマヨを作っていい？俺が分かるかどうか。どっちのツナマヨが俺か。いや、それはこっちでしょ、絶対。いや、それ、美味しい方はこっちかもしれないけど。はい。どっちが俺の作ったツナマヨか。当てれるかどうかだよね。このツナマヨと。じゃあガチでやってくるってことね。うん。はい。結構なクオリティよ。確かに。てか単純にトミーが作るツナマヨちょっと気になるけどね。ちょっとさ、どこまで再現できるの？海苔なしでいい？あ、いいよいいよ。これの。うん。海苔でやっぱ俺さっき食ったことあるけど気づく。ああ。海苔がめちゃくちゃパリパリだから。海苔ちゃんとしてたら絶対気づかなかったもんね。いや。それはないかな。それはないです、うん、でもかなりツナマヨネーズってどうやって作るんだろうっていうのってあるわけじゃないですか。でまあね、配分とかさ。そうだね、配分とかは絶対そうだね。だからそれをちょっとトミーくんなりにちょっと俺やっていい？寄せれるもんなら寄せてみなっていう、うん、これもさ、あれ案件じゃないから俺ガチで勝ちに行くわ。案件でも俺ガチで勝ちに行けんだよ。あ、そっか、ごめん。あ、じゃあ寝てて休んどこ。うん、音楽鳴らしていい？いいよ。なんだろう。はいはいはい。もうこれ多分こういうのをこうね、こいつを、これあっち行ってた方がいい？あ、そうかもね。いや、僕実はですね、よくやってたんですよ。これノンオイルかな。これノンオイルだ。これっていいことなのか、ダメなのか。すいません、ちょっとノンオイルちょっと僕違うんですよ。僕ツナマヨ自分で作ってたんですよ。でノンオイルだとちょっとね、うん、ちょっとサバサバしちゃうんですよ。なんでまあね、マヨネーズつければ確かに油分は足されるんですけど、見た感じ、これキューピーハーフだし、じゃ僕はここに、オリーブオイルを垂らします。ごま油じゃん。オリーブオイルないんだっけ。あるあるじゃん。そういうことですよ。オリーブオイルをちょっと入れます。これによってね、確実にね、このオイリーな感じなんですよ。セブンイレブンのね、そのツナマヨって美味しいのはちょっとね、やっぱこう油分がしっかり入ってるんですよ。大切です、それ、ポイント。うわ、味変わっちゃった。味がもうオリーブオイルの香りになっちゃったわ。足そう。で、ここにマヨネーズですよ。で、結構セブンイレブンのやつはね、マヨネーズの割合が多かったですね。これちょっと全部一気に使うわけじゃないんで、ちょっといっぱいに見えるかもしれないですけど、マヨネーズ対ツナが比率がね、結構マヨネーズ多かった気がしますね。うわ、美味しそう。俺結構好き。うわ、でもこんくらいだわ。好きだわこういうの俺。結構ね、こうダマがそんなに大きくないんですよね、一個一個のダマは。はい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 。どんなもんなの味。あー、これノンオイルだからな、若干やっぱ若干ちょっとこの乾いてる感じがあるな。 何で補う。あ、酸味がちょっと強いな。塩。何どうすればいいんだ、こういう時どうすればいいんだ。
あ、でも塩いいな。塩のこの感じだな。微調整でちょっともうちょっとだけ入れよう。ちょっとね、油っこく見えると思うんですけど、まあ、入れる量は、ね、大量じゃないんで、ちょっとね、ノンオイルだった分ちょっとね、ちょっと取り返そうと思います。いやでもオリーブオイルじゃないんだよな多分。あ、来ました、これだ。このくらいの油分の感じで、ちょっとその酸味があってみたいな感じですね。いや意外とおにぎり作るのも大変だな。お母さんありがとうって今普通に思うな。これおにぎり作るのめっちゃ大変だ。逆にセブンのおにぎりこんなに美味しいんだから、お母さんわざわざ握んないでセブンのおにぎりにしたって手抜きではない。それはもう手抜き、手抜いちゃいけない理由ってないし、それは効率がいい仕事ぶりってことだし、普通に他の仕事した方が効率がいいんだったらその方がいいし、全体の効率考えたらセブンのおにぎりもすごい優秀。うわ難しい、おにぎり作んの。いやおにぎりって意外とむずいんか作んの。だってね、これ、あ、入んないじゃん。うわ、むずっ。むずっ、おにぎり。大きくなっちゃう理由分かったわ。いや、あいつは肉まん入れたからだ。でも、大きくなっちゃう。包めないもん、全然。いや、おにぎり作るのも意外と。すごい油が染みて、もうここもう。いや、シーチキンがもうすごい染みちゃってる。いや、おにぎり作るの難しいな。すごいな。普通に当たり前だと思って食ってたおにぎり、あれ意外と難かったんだな、作るの。いや、まあ慣れなんだろうけど。いや、でも絶対美味しいのはできた。あ、やべ。そっか、塩振んなきゃいけないか、全体に。あれ、全体に塩振ってあんのかな。いや、待て、おにぎりって全体に塩振ってあんのか。いや、でもなんか、米、塩って、入れて炊いてみたいな聞いたことあるな。いや、むずっ。いや、もうこれ味見しないと分かんないレベルだな、今って。ちょっと上からさーっと塩振ろう。さーって。え、どんくらい触れたか見えない。どんくらい触れたか見えない。いや、でも限りなく形は近いですよ、おそらく。いやでも見て、もうちょっとやっぱね、染みちゃってるんですよね。まあでもいいでしょう。完成しました。これが僕の作ったツナマヨおにぎりです。2つしかないから絶対ね、どっちが大きさ正解とかないんですよ。で、今回ちょっとあのセブンイレブンさんのあのおにぎりのあのちょっと海苔は強すぎるんで除外させていただきます。いや大きさ全然違った、大きさ全然違った。あんなにあいつに大きいよお前っつって。怖いよ。いいからいいからいや、ま、マジやめて。なんでなんもない。何してんの。はあ、じゃあ来たどうですか、自信のほど。いやいや、さっきの自分の経験踏まえてしっかりと。いや、俺を踏み台にしたってことか。いいだろう。何なんいいだろうって自由だ。それでは行きましょうか。ガチでいく。うん、2個ってことですよね。2個です。じゃあ全て計算してあります。おお、言うね。はい、ちょっと手開いてください。あ、手開いてください。あ、そういうことね。うん、
両方とも取りました。はいはいはい、ちょっといただきますよ。どう食えばいいんだ、こうか、いただきます。はい、うん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 、どうですか、おいしい、はい、あ、おいしい、あ、おいしいです、はい、どうぞ、あ、はい、大丈夫です、うん、もう一個目わかんないな。わかんないかい。いや、海苔がない状態で食べてない。あ、そうだね、元をね、どっちだ、普通にツナマヨおにぎりだった。うん、今のやつは。はいはいはい。次いきます。はい。なんだこの手。うちこの手なんだ、なんだそんなの手、腹立つな。次いきます。はい。いでよ。あ、温度とか一回抜きってよね。実はどうでしょう。え？すべて計算してるじゃん。え、いただきますよ。あれ？え、どうすればいい？何が？分かっちゃった場合どうすればいい？何が分かっちゃった場合って。あ？何が分かっちゃった場合って。いや、申し訳ない。いや、え？どうする？何が？いや、これ企画なってないよ。ごめん、ごめん、いい、じゃあ当てればいいから、当てれば、いただきますよ、はい、うん、はい、はい、え、どっちが俺が作ったやつで、どっちがセブンイレブンが作ったやつでしょう。ええ本心で答えていい？いや、本心で、本心でというか、本心以外ないんで。いや、え、むずむず、いや、違うのよ。うん、いや、こうなってくると、うん、怪しいのよ、いろいろと。うん、だって、そんなわけないじゃんっていう、うん、理論が出てきてるわけよ、俺の中で。なに、いや、整理していいですか？はい、確実に、うん、後に食べたやつが、うん、セブンイレブンのおにぎりなんです。はい、確実に、はい、確実に、もう火を見るよりも明らかな、火を見るよりも明らかな、見てないよね、何もね、お前今ね、本当に、うん、で、まあなぜそう思ったかっていうと、まずはじめに温かさ、うん、温かさ、うん、ね、温かかったの、1個目が、うん、ちょっとね、で、2つ目が冷たかったってことは、炊飯器出して握ったんじゃないかって、うん、そう思ってます。うん、そして、うん、まあ、そうでした、もう事実として、うん、そして何よりも形、うん、かなり1個目、うん、ふわっとしてました、はい、僕知ってます。いや、セブンのね、ツナマヨ食べてるから、うん、こうだったの形、うん、こうなってたから、うんうん、そんな、こうなってる状態で来ちゃったから、うんうんうん、こうだから、うんうんうん、セブンのおにぎり、うんうん、2個目これできたの、うん、こっちじゃん、うんうん、あーでもね、うん、騙そうとしてるんだって、きっとわざとやってるんだ、食べました、味完全に後半の方がセブンイレブンでした、うん、おー、もう3拍子揃っちゃってるわけですよ、うんうん、いや、その場合、うん、もうなんかわかんないけど怪しいっていう、はい、謎の疑いあります、はい、うん、でもそれで外すのが一番恥ずかしいんですよ。あー、深読み してみたいなね、どっちのパターンもあんだよな。でも、もう今回は素直でいいんじゃないかなと思っておりまして、確実に後半のやつがセブンイレブンおにぎりでした。どうですか？あー美味しいよね。正解です。え？いや、なんでそんなびっくりしてる。
あ、正解だったんですね。なんで正解です。めっちゃ、もう外していいですか。外していいですよ。めちゃめちゃ迷った。なんで。あ、でもやっぱ分かるもんなんだよ。分かるだよな、そりゃ。いや、めっちゃむずいなと思って、おにぎり作るのって。あ、やっぱそっか。うん、ちょっと大丈夫ですか、僕ちょっと食べてないんで。はいはい、そうか、作ってるから食べてないんだ。全然違うわ。いや、でも、むずいわ、おにぎり作るのって。むずいよね。だって、まずこんな美味しく混ざんないの。確かに。ツナマヨネーズ作るのめっちゃむずかった。あ、思ったより、うん、でも、普通に美味しかったけどね。いや、むずっと思って。はいはいはい。いや、美味しいわ。いや、すごいと思う、マジで。確かにね。いろいろやったの、いろいろ。結構頑張ったもんね。マヨネーズとシーチキンの缶混ぜるだけでちょっとあれかなと思って。確かに。なんか油足んないんじゃないかなとか言って。うん、いや、味は近かったんじゃない。いや、でもむずいなと思って。まあでも難しいな。セブンのおにぎりっていうのをもう知っちゃってるっていうのもあったかな。うん、セブンのおにぎりっていうものが一つ、その日本人にとってのおにぎりっていうものの文化作ってるからだよね。これがおにぎりだぞってもうなってるもんね。これがおにぎりの王道みたいな。確かに美味しかったですけど、はい、こちらも。